先輩です。ノクタン。ノクタン。さて、今回は基本的にマップ埋めです。え、それはつまらないね。とはいえ、新しい場所もありますよ。それなら、まあいいけどさ。今まで取れなかったアイテムを取る、という感じです。まずは行けるようになった、水の中です。こいつの攻撃は結構痛いです。ボスの攻撃でも1とかだったんですよ。そういえばそうだね。もっと早く見つけたら、えらいことになってました。特に、盾で防げない炎に気をつけましょう。トンファーは自動的に2回攻撃です。まあ、好みじゃありませんけど。まったく、しょうがないわね。ひたすら地下水脈を埋めていきます。なんか大量の土砂を使いそうなセリフだね。後ろから攻撃すれば、なんでもないんです。近くのない奴が現れたわね。不活でした。以前お話ししたように、塔がのレアドロップも必要です。この段階で、集めておくべきでした。後で公開するのね。しまった。というやつです。今もシンクロしてたよ。結構強いですね。そういえば、ヘッドは炎に耐性を持ってました。炎生えてるものね。忘れてました。お、ラハブの老犬を落としましたね。老犬はとあるところで拾うこともできます。炎剣はレアドロップか購入が必要です。そして雷剣は買うしかありません。必殺技はいつものように、波動剣コマンドです。ふむふむ、いろいろと説明ありがとう。どういたしまして、です。定期的にソートです。意外に綺麗好きなのよね。はい。みんなからは意外と言われますが、面倒くさがりの、綺麗好きです。ややこしいわね。属性剣を並べてみました。また、いずれ剣などを攻撃力順に、鎧などを防御力順に並べようと思ってます。まあ、ある程度集め終わってからでしょうけど。綺麗好きなだけあるわね。本棚とかも、高さ順に並べたいたちです。流れが急なので、息ができないと厳しいです。だから前は取らなかったのね。どこにあるんだ？あった？使用するのは、デュプリケーターを購入してからです。このスイッチを押すと、なんかいろいろ起こったね。まずスケルトンエイプが登場し、樽を投げて、木の床を壊し、紋章の盾を入手して、そして、レアドロップのバナナを落としました。さらに、向こうの木の床のところにも現れた、ということが、一瞬で行われました。
忙しかったね。あいつです。ただ、右側から来ないと意味がありません。とりあえず、後回しにします。まずは地下水脈を全部埋めましょう。シークレットブーツ。はい、背が伸びる、あれです。わかりましたか？ちょっと見逃しちゃったよ。確認しますね。あー、ちょっと伸びたね。外すと、縮みますよ。で、何の意味があるの？自己満足です。やっぱり。上の土地がありますね。面倒くさいですが、忘れた方が面倒くさいです。結局は、地道にやる方が近道だったりするものね。それが人生ですね。タッチ後にライトでもあるんでしょうか。でも、綺麗よね。間違いないですね。悲鳴を上げられると、申し訳なくなります。ここからの水中もくまなく埋めます。勝負ですか？のちなら反則でしょ。コウモリに怒られました。これです。ここには脅威の2000ドルが入ってます。黒い袋でいかにもって感じだね。脳内の2000ドルはここだけです。キラーフィッシュも思ったより強いです。特に何もしてきませんが、舐めたらあかんです。今、あの歌が流れた人？はい。よし、これで全部埋まりましたね。ついでに、ここからまず左側を埋めていきますよ。城入り口から、礼拝堂へと続きます。まあ、作業といえば作業ですね。また飽きられそうね。またってなんですか、またって。今流行りの、忖度よ。なるほど。ああ、そういえば、ここも見せておこうかな。なになに？ここは壁ですよね。そうだけど。ここの洞窟を、狼で入って、途中でコウモリに変身して出ると、何が起こるの？壁が開きます。おお、これはすごい。しかし、攻略本とかなくて、誰がわかるって言うんですか？私に怒らないでよ。あ、ごめんなさい。ジュエルソードは振りがかなり遅いです。でも、波動拳コマンドの必殺技で、コインが出てきます。これ、1ドルじゃない？はい、そのままです。何それ、使えない。でも、この剣の進化は、こうやって、宝石が出ることなんです。普通のドロップはどうなるの？落としません。あ、
後で検証しますが、おそらく、普通のドロップの代わりに、宝石になると思われます。つまり、宝石を落とす確率も、普通のドロップを落とす確率と同じ、ということです。本当に実践上、そうっぽいです。レアドロップをよく落とす敵は、宝石もよく落としますし、落とさない敵は、落としません。へぇ、なるほどね。まあ、これからの研究課題というところで、今回はそろそろお開きです。あら、もう終わり。次回もマップ埋めです。ノクターン。お楽しみにね、ノクターン。